こんばんは。ヤロニーです。どうぞよろしくお願いいたします。中心にお送りしております。結成してまだ1年ぐらい、1年も経ってないんですけれどもね、去年の今頃にちょっと私が歌を始めようかなと思いまして、それでマーシーさんにお話をしまして、でマーシーさんと最初2人だったんですけど、だんだんちょっとこれ曲がなかなか難しいねっつって言ってメンバーを増やしていただく、みんなこの形になりました。よろしくお願いいたします。ではビューティフル横浜、白山美樹のビューティフル横浜、よろしくお願いします。I love you。
ならいいわ。山平さんの企画にお誘いいただきましてありがとうございます。実はですね、加藤さんにはちょっとすごくね、印象的な出来事がありまして、前回私ウルトラ金みたいというのはここにいる方とドラムで出たんですけれど、帰れない二人を、ね、桃子さんと、そちらにいらっしゃる桃子さんと二人で、ね、演奏されて帰れない二人、そして帰り飲みすぎて本当に新宿行って、町田の方でしたっけ、祖師ヶ谷こう行ったり来たりしてしまって、結局本当に帰れなくてホテルに泊まっちゃったっていう、もうその印象がもう強くて、もうしかもめっただしみたいな、なのでちょっと今日はそれを思い出しながら、今日絶対 MC で言うぞと思いながら今日来ましたので、よろしくお願いいたしますというわけで、はい、では、なるほど、そうなんです。では次の曲、あ、ではゴロワーズ、次はですね、ちょっと雰囲気変わりまして、ゴロワーズを知ったことがあるかいという曲ですね。はい、この間、たまたま見ていただきありがとうございます。はい、浜谷浩司のゴロワーズ知ったことある人、ゴロワーズ知ったことある、あ、すごい、あ、やっぱり何人かいらっしゃいますね、やっぱね、すごい、もうすごくなんかね、いぶされた、ワインワインだなと招いております。
かに凝ったり狂ったりしたことあるかい？例えばそれがミック・ジャガーでもアンティークな時計でもどっかの安いバーボンのウイスキーでも、そうそう何かに凝らなくちゃダメだ、狂ったようにこれば凝るほど君は一人前の人間としての幸せな道を歩いているだろう。君はある時何を見ても何をやっても感激しなくなった自分に気がつくだろう。そうさ、君は無駄に年を取りすぎたのさ、できることなら一生かものままで。だから全てのものが珍しく、何を見ても何しても嬉しいのさ。そんな無駄感を君は羨ましく思うんだろう。メンバー、蒲田のキャットフィッシュというお店では蒲田5丁目バンドという、まあ、みんなメンバー一緒なんですけど名前を変えてやっておりまして、で、毎月 月末の第4木曜日、オープンマイクのホストやっておりますので、よろしかったらオープンマイクとかねやってみたい方いらっしゃいましたら、ぜひ蒲田ちょっと遠いですけどね、よろしくお願いいたします。はい、ではさらっと行かせていただきます。次は横浜ホンキートンクブルースです。この街角重く
話しさ横浜本気ちゃん本気すごい素敵な、ね、本当演奏ありがとうございます。まだまだこの、ね、続きもちょうど私たち真ん中なんでね、あと2バンド、パンタグラフさんと、ナグフォーさんでよろしいんですか、ね、読み方ナグフォーさんでよろしいんですか。いいんですね、はい、よろしくお願いいたします。では、ですね、次はちょっとね、朝川まとめ夜明けたらって言ってご存知ですかね。行くのよ、いい人が
そろそろ落ち着きなんてね。だけどだけども人生は長いじゃない。あの街はきっといいよ。入れるかもしれないんでね、ちょっと構えておいてくださいね。じゃあ、皆さん、なんで嫌なのよ。もうすごくないに手伝ってくれたっていいでしょ。もうひどいや、愛があるな。愛だ、まあ、山平さんちょっと屈折した愛があるからな。それがもう愛だって愛ですね。大丈夫です、あの方はいつもいろいろ入れていただくんでね。というわけで、クレイジーケンバンド、間違えちゃった、噛んじゃった。タイガー&ドラゴン、よろしくお願いします。皆様、歌っていただけたら嬉しいです。まあ、設定描写が。どんな「そのままどんちゅう」
いただけましたかね、ちょっとね、もうちょっと一体感、あ、イエーイ、一体感で、一体感出るでしょ、こういうのね、まあ、はい、というわけで、はい、だんだんね、最後の2曲になっちゃいまして、人の話なんか聞かないでしょ、あ、聞かないから、あの、自分で言うだけだから、あの、ほら、ね、もう聞かないでしょ、そう、聞こえ、もう聞こえてないし、みたいなね、そんな感じでございますね、はい、もう皆様、笑顔でいただければ、もう存分に楽しい、させて、あ、楽しい、イエーイ、皆さん楽しんでますか、飲んでますか、飲んでますか、皆さん、飲んでます、はい、飲んでくださいね、もう、はい、ではまだ次2つバンドありますから、まだまだお楽しみに、あと私たちも2曲になります、どうぞよろしくお願いいたします。ブラックローです。ああすいません、ちょっと今トラブルなので、じゃあちょっとお話しさせていただき、はい、ではすごい今日ね、村上さん今日気合い入ってまして、髪型にもうね、今日午前中にちょっと髪を切りに行っていただいて、もう散髪行ってみました。すごい、ビール飲みながら散髪できる店だし、はい、ビール出してくれるんですよ、はい、あのお店の店主も飲みながら、そうそう行ったら今日店主も飲んでて散髪やみたいなですよね、で、あの切る人も飲む、あの切られる人も飲むですね、はい、でスタッフの人も飲むですね、そうそう、店主と、はい、スタッフと3人ひとしきり飲んでから散髪、ああじゃあ切ろうかみたいな、で、でこうなんか、あ、ま、あ間違えちゃったみたいなないんですね、いやいや、はい、よかったです、かっこいいですね、キレキレです今日、はい、で、今日ちょっとあのこのメンバーってちょっとここ素地が遠いんですけれども、蒲田の方とかね、そっちの方で活躍してますんでね、いろいろバンドいっぱいやってます、はい、でもいいメンバーですので、もうね、あ、はい、よろしくお願いいたします。ではいかがでしょうか、はい、では、真由角純のブラックルームという曲になります。
というとですね、ですね、星屑スキャットっていう、なんだっけ、ギャランティーク和江さんという方の、やってるのもカバーな感じになります。はい、というわけで、最後の曲になりました。最後の曲になりました。ちょっと言わせてる感が、言わせてる感が多いんですけど、はい、最後の曲になりました。ありがとうございます。というわけで、では最後の曲はおなじみ、ゆうかたんのお掃除おばちゃんで終わらせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや、今日本当にありがとうございました。もうなんか思いっきり地元なんて馴染みの曲、本当に歌わせていただきます。ありがとうございます。ではまた次も楽しみにしていただきます。よろしくお願いします。私は冬のお掃除おばちゃん。私はビルのお掃除おばあちゃん、モップ使って仕事する、朝昼晩と天井を磨く、朝昼晩と天井を磨く、うちのお便所はもう嫌よ。
なかったわよ。あの録音してるから大事、録画してもらってるから今。ありがとうございました。じゃあ次の。ありがとうございました。